どうもこんにちは、みみやです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これ開幕 DT4 かな ?DT4 ですね。まあ、最初の開幕は、ネクスト次第で決めているので、自分のは見れば大体わかりますね。さあ DT4 打って、マフマスさんは、右側のカウンターを組んでいる。あ、みみや方に派生して、これ平積みかな平積みですね。平積みでどんどん積んで積んで、一気に火力を送ろうとしてる。それに対し、マフマスさんは、青ハッカの6連鎖。6連で、これは受けるでしょう。受けて、2回目は受けずに、1回目で受けてテトリス。まあ、BTB 付きなので、バックトゥバックがついているので、相手に送れますからね、火力が。さあ、ニトリでかい。ニトリ撃たれて、さあ、穴場がかなり来てるんで掘っていく。さあ、2ダブの3。さあ、やはりアップデート内容で、その同時消しの火力と、連結ボーナスが増えているので、しっかりそこをうまく利用してる感じがありますね。こう見ると、やっぱり。さあ、3ダブ。どん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 、連結と同時消しを対応して、うまくアップデート内容を活用してますね。さあ3連鎖で返されるが、これを受けて、テトリス、ティースピンダブル。さあ、これは、キングクリムゾン組みましたね。中開けキングクリムゾン。中開けで組むのはあんまりないけど、まあ、ツモが噛み合えば全然組んではいいと思うので、非常に火力が高いですね。キングクリムゾンは。非常に火力が高いので、まあ、悪くはない。これ、アイミノまで連つなげて、マフマフさんは、これは、ヒーローハッカの、81か、これ。多連結2連の3ダブ?さあ、うまく待ってるが、帰らないのか。でかいですね、やっぱり。やはり連結の火力と同時消しの火力が、アップデートで変わっているので、非常にでかい。さあ、3連で、3連じゃない、4連だった。4連で、返されて、さあ、そろそろこれマージン入るぞ。だいぶきつくなってくる。3取りでいけ。あ、どんどん同時消しで、火力を送って、アドバンテージ取っていきますね。穴腹がかなり来ているので。さあ、空中でティースピンダブル。これは3連か ?3 連さ。さあ、ティースピンダブル、テトリス。さあ、2ダブの、6連鎖か、これ。見にくいけど、6連鎖。さあ、これまあもうマージン入ってるよね。厳しいですね。しっかりマージンまで耐えて、マージンが入ったことを確認して、2ダブの6連鎖で刺しに来ましたね。とどめ。うまい。さあ、開幕 TSD から T スピンダブル。T スピンダブルもう一回打って、これは積み込みかな?積み込んで、ヒーローハッカー。おー、積もった。積もって積もって伸ばしましたね。早い。4ダブの5連鎖で6ダブ。さあ、同時消しもかなり含まれているので、6連鎖だけど、実質7連鎖分ぐらいの火力は来てますね。さあ、これ BTB つけて、バックトゥーバックつけて、T スピンダブルテトリス。赤ハッカの3連持ってるけど、これはこちらの方が多分でかいでしょう。はい、1段弱振って、ダブル消し、ダブル消し。紫で単発打つが、緑が、来なくて刺さる。まあ、おそらく来たとしても、かなり厳しい状態なので。これは、T スピンダブル、テトリスと、一気に、火力を送ったのが、うまい感じに刺さりましたかね。さあ、開幕 TSD で、T スピンダブル、T スピンダブルと。ST 済みでどんどん火力作ってますね。さあ、これは緑発火かな、多分。なるほど、赤ハッカーか。3連鎖。完全総裁か。
さあ、ティースピントリプルの屋根作ったが、これはミスか。テトリスを打ってからティースピントリプル打つつもりだったけど、おそらく間違えて先にトリプルの屋根作っちゃったパターンです。さあ、下穴埋めてるが、まあ、テトリスボリンで掘れるんで、問題はないでしょう。さあ、発火して、これどうなってんだ ?4 連鎖のゴトリ。うおぉ、お邪魔をめっちゃ巻き込みましたね、今。ゴトリで、かなりお邪魔が巻き込んだと思ったら、俺が置きミスした。T スピントリプルミスりましたね。今の置きミスはだいぶ痛いぞ。さあ、黄色ハッカーででかい、これ。おっと、今のは、3列目にお邪魔が降って欲しかったのかな、多分。お邪魔が降って、紫で単発って黄色ハッカーでだいぶでかかったけど、2列目に降って、挟まっちゃった感じかな、多分。回せずに。これは、ちょっと運が良かったかな、俺の。助かりましたね、だいぶ。あれ発火されてたら、かなり危なかったと思うんで。おー、今の81ミンのうまいな。しっかりパフェを瞬時に判断して、81で3連で相殺していきましたね。ああいう瞬時の判断能力もやはり高い。これ STSD で、5連鎖。これは相殺外してダブル消し、T スピンダブルからダブル消し、3ライン消し、さあ赤が来ない。赤が来ないで、緑で単発。紫発光。おっと、81来た。これは結構でかいんじゃないか？さあ、T スピンダブル作って、ジェミのミスった。それ結構痛いぞ。削って、7連鎖ある。耐えれるか、これ。ギリギリか。さあ、なんとか耐えたが、だいぶ厳しい状況ですね、これ。3ライン消し、T スピンダブル。まふまさん、青ハッカーかな。青ハッカーで、これも結構でかい。さあ、テトリスで操作やってて、2ライン消し、Tスピンダブルで、2ライン消しだけど刺さる。最終的には、あの、ジェイミノの置きミスが致命傷になってしまいましたね。その間に、リカバレしてる間にどんどん組まれて、大連鎖撃たれて刺さってしまう。さあ、DT4 から、これは平積みかな ?Tスピンミニで置く。で、平積みっすね。さあ、81の多連結2連。完全相殺。さあ、こちらはどんどん平積みで。火力を送ってるのに対し、これは5連鎖。さあ、これは平積みで受けが広いんで、相殺外して、どんどん火力を送って。うまい感じでテトリス彫りにしたいんで、しっかり4段の高さ合わせてテトリス彫りですね。はい、4連打たれる。Tスピンシングル。さあ、ここはテトリス彫り無理せずに3ライン消しで妥協して、3ライン消し。ここでテトリス彫りっすね。さあ、これは5連鎖。5連がでかい。しかし、これは全部受け切りましたね。受け切ってから相手に送る。3連鎖。まあ、下穴は結構、穴が直通できてるんで、まあ、すぐ掘れるような気はするが、T スピンダブルテトリスと打ってから連つなげる。赤ハッカで4連鎖、4ダブか。4ダブ、4ダブ。さあ、総裁外して、3ライン消し、2ライン消し、テトリス。さあ、受けた。今のはどうだったんだろう。一応、青ハッカーできたけど、緑待ってたのかな多分。操作ミスではないと思うんで。緑ハッカーだったのかな多分。一応、青ハッカー終わったけど。ちょっとわかんなかったですね。もう一個見ていきましょう。これも DT4 かな ?DT4 で、今度は左側から組んでますね、魔法さん。なるほど。3列目に緑を置けば、ちゃんと繋がるのか。さあ、これは緑
ヒーロー来てるの見て、おーっと伸ばした。これは、なるほど。赤ハッカで伸ばす。伸ばし方うまいっすね。そういう風に伸ばすのか。俺が見てた経路と違いましたが。さあ、7連打たれて、花バラがちょっと来てますね。まあまあ来てる。Tスピンダブル。これはちょっと総裁に回って軽減しましょう。 T スピンダブルから先読みで T スピンダブル。さあ、なんかいろいろ発火点あるぞ。どこは発火点だ。緑発火か。5連鎖、さあ5連打たれて不要量が結構多いんで、これは不利ですね。3ダブの4連。さあ2ライン消し。穴バラもかなり来てるんで、これ辛いぞ。頑張って掘りに行って。さあ6連でかい。うまい。大身の置いて、S身の置いて、テトリス掘りまで間に合えば、一応耐えれてはいたかな。ただ耐えてもまあかなり厳しいですね。やはり、その後火力を送れる地形じゃないのね。またどんどん組まれて、大連鎖を打たれるような気がしましたね。ただ一応耐えることはできたような気がするんで、もったいなかったですね。さあ、これは総裁外してテトリス。緑発火の3連鎖。テトリスって T スピンダブル、 T スピンシングル、大身の置きミス。しかしこれ2ライン消しですぐにリカバリーして、テトリスから T スピンダブル刺さる。これはまあ軽く普通にコンスタントに送って刺さったかな今のは。まあ、受けれるだけ受け切ったので、こちらも結構辛い地形にはなっていたけど、まあ、その分相手も、結構自利品にはできるんで。さあ、ドネイトはせずに、これ積み込みですかね。さあ、緑ハッカー。できるだけ積もって、緑ハッカーで、多連結2連。完全総裁。さあ、受けて、緑ハッカー。可能3連鎖か、うまい。3連鎖作って受けてからダブル消し、3連鎖、これ DT 砲いきましたね。 DT 砲で3連鎖を返す。テトリス掘り、3ライン消しから先読みで T スピンダブル。と思ったけどシングルでした。さあ、どうだこれは。3ライン消し。紫で一回単発打つ。聖地かな多分今の単発は。さあ、2個振るか。2個振った。2個振ると3ラインできるんで。2個振ったのは良かったですね。3列目に。さあ、これも3連鎖。これは受けてから相手に送る。S ミノ、L ミノまで掘るかな。そっちか。T ミノで、バックトゥーバックつけて掘りましたね。さあ、でかい。ニトリの4連鎖。ニトリの3連鎖の4連鎖だったかな。さあ、2ダブ。さあ、マージン入ってきてるか、これ。Tスピンシングル、テトリス。まだマージン入ってないか。シングル。3ライン消し。ダブル消し。さあ、だんだん決めに来てる。だんだん決めに来てるような気がしますね。さあ、ダブル消し、ダブル消し、ダブル消し。4連。
これ TD ですね。いやーマージン入った。ついにマージンが入った。青ハッカの、4連までは見えるが、単発打って、さあ、欄干。なるほど、そこハッカか。4連鎖。これはまあ、プヨリを保持した4連鎖かな。おっと、そこか。2ダブの3連鎖ぐらいだった。ちょっと俺が見てるハッカ店と違ったんだけど、刺さる。やはりいろんなハッカ店ありますね、こう見ると。いろいろハッカ店があるんで、どこがハッカ店なのか、ちょっといまいちわかんなくなってきた。さあ、DT4 で、この単発は多分ミスかな。おそらく大きいミスだと思いますね。それに対して俺はどんどん平積みで、テトリス、テトリス。5連鎖。総裁外してテトリス。どん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 火力を送って、バックトゥバック付きのテトリス。さあ、6連、思った以上にでかい、これは。正直、6連差もあると思ってませんでしたね。ダブル消し、トリプル消しから、テトリス。で、Tスピンダブル。打つかと思いきや、これ一回掘りに行きました。赤ハッカの2ダブの5連鎖か、でかい。2ダブを含む5連鎖。これ、総裁外して、中開けテトリスの地形で、いい地形なんで、結構火力出ますね。ダブル消し、Tスピンダブル、ダブル消し。さあ、埋まるか？埋まった。一応埋まらなければ、3列目に埋まらなければ、2連差があったかな。まあでも、2連だと多分、かなり自利品になると思うんで、おそらく差し切れてはいると思うけど。さあ、開幕 TSD で、TSD、再び TSD。まあ、ダブルダガーですね。さあ、なるほど。2連鎖で総裁してくる。これは81の2連か。完全総裁だね。紫ハッカで4連打ってきた。これ総裁に回って、テトリス、Tスピンダブル。これ非常に地形が良くて、穴もいいんで、これは強そうだ。火力が非常に出そう。テトリスと打ってもどん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 遅れますね。これは穴運がまあ良かったっていうのもあるけど、火力のまあ作り方も良かったですね、比較的。比較的コンスタントに火力遅れていたんで刺さった感じかな、多分。悪くなかったですね、これは。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。